やあ、海の民の勇者。テルレノルであんな大事が起きたというのに、君は傷一つないのか。信じられないな。遺跡の中には古代の秘密など何もなかった。全てはあの大秘術師の仕業だったというわけか。君の探し物も見つからなかったようだな。まあどちらも無駄だったということか。ならばこれ以上ここにいる意味もない。大地の座、土の祭祀場、どこにあるんだ、アメシア堂。古文書にはそんなことは書かれていなかったぞ。エルフの里に元素の神の祭祀場があるなんて。すぐに場所を教えてくれ。これは世界を揺るがす大発見だ。みんな、新たな目的ができたぞ。今すぐ出発だ。ブー、ついてこい。また俺？待って、僕も連れてって。おやおや、まずいな。どうやら誰かが先にここへ来ているようだ。祭祀場はこの円形の山の底だな。ずいぶん前に水の底に沈み廃れてしまったようだ。しかし東側から入るにしても西側から入るにしても行く手を阻まれてしまっている。アンガルナとラサニールに東側から入る道の調査を頼んだが、ジェルルが勝手に西側へ行ってしまった。あいつらと話してどの道を行くか決めるとするか。いや、サコミンをやっつけていた英雄さん、苦戦が続くのに闘志は衰えていないみたいだね。さすがだよ。サコミーはいなくなったけど、奴が残していった爪痕は未だにこの地を貪っているわ。こいつらがいつ来たのかはわからないけど、多分私たちがテルレノルに入る前からかしら。こいつらはここで何をしようとしているんだろう。ミンスク会長は僕らの目的地は元素の祭祀場だって言ってたけど、サコミンはなぜ手下をここに来させたんだろう。きっと全てを暴いてみせる。東側から祭祀場に行くならサコミンの残党との一戦を避けては通れないわ。また一緒に冒険ができるね。この辺りにいるおデブな竜を見てみて、まん丸くて可愛いな。おっと、でも彼らのボスはちょっと気難しそうだね。ずいぶん図体のでかいのが西側の道を塞いでるみたい。こっち側から祭祀場に行くには彼らの縄張りを通るしかなさそう。まん丸で可愛くても竜だからな。僕たちに脅威を感じたら襲ってくるに決まってる。
まあとりあえずこっちの状況はこんな感じ。海の民の勇者よ、どちらの道に進むべきか決めたら教えてくれ。どちらの道を選んでも俺たちは君の決定に従おう。最終的に土の祭祀場にたどり着ければ成功だ。行動開始だ。宝探し協会。術師様を殺した犯人は私たちの血の滲むような努力、研究が台無しだ。祭祀場には近づかないことだ。厳しい戦いだったな。これでサコミーの残党も始末できただろう。まさかギネアがここまで分からず屋だったなんて。前はそうじゃなかったのに。さあ本来の目的に戻るぞ。おそらく目の前にあるのが土の祭祀場だ。ここに来たのはエルフ族で僕が初めてだ。周りの山を見る限り水の底に沈む前、祭祀場は深い谷間に囲まれていて、我々が今いる場所は崖の上だったはず。この深い水の底には何か秘密が隠されているのか。あり得るわね。周りを見てちょうだい。アメシア島の魔法のエネルギーでこの場所は原型をとどめていないようだわ。土や山、それに石や草木も今の姿は全て魔法によるもの。この地の元素の力はもはや消滅しつつあるわ。その昔、アメシア島にも緑があふれ、鳥がさえずるようなことがあったのかしら。なるほど、古文書にも書かれていないだろうな。ここは長い歴史の中に埋もれてしまっていたのか。一体誰の仕業なんだ。海の民の勇者よ、
土の古神に何か備えるんだな。早く試してくれ。元素の神に俺たちの祈りが届くといいのだが。